い、皆さんおはようございます。おはようございます。今週もやってきましたモーニングギルド、俳優の大志です。ミュージシャンチースパイスです。カネのラウキです。イイ、会社20周年ポルノグラフィティも一緒だよ、佐々木です。おー結構いるんですね。ますよ。そして今週も、矢吹春菜ちゃんです。はい、よろしくお願いします。マリコちゃんは普段何をやられてるんですか？あの趣味とか、なんか空いてる時間とかは。家にいるときは絵描きますね。お、絵を描くんですか？おお、本物のやつじゃん。これ本物のやつ、本当じゃん。すごい、すごいっすね。あ、そうなんです、はい、すごいっすね。ありがとうございます。ということで今日皆さん、絵描いてみますか？あ、絵を描いてみる、うまいですか？せっかくなんでこんなすごいの見たというんですか？でもせっかくなんで今日じゃあ私の似顔絵を描いていただければなと思っているんですか？どうでしょう？やりましょう、やりましょう。これハンディください。あの多分この3人がど素人なんで、はい、1人いるんで。だってうまいじゃん、もう。どの絵のこと言ってるんですか？いつもほらやってるなんか奇妙なやつ。奇妙なやつ。いいですか、皆さん、3分に顔絵、はいはい、よーい、スタート。ちょっと俺もこれ、これや、俺きついや、俺無理だこれ。いや、全然いいんですよ。はい、終了。いやー、じゃあ皆さんちょっと隠してみてください。じゃあ一人ずつ行きますか。泣いてるの？どうしたの？あ、前の自分の絵のひどさに笑っちゃった。いや楽しみですね、皆さんの渾身の絵を。じゃあ、ちょっと、はい、誰かに気持ちいただいて、まあ、僕がいいと思いますよ。そうですね、はい、僕は意外とやっぱうまいわ。ありがとうございます。じゃあちょっと社長行きますか。はい、お願いします。社長行っちゃうんすか？もう俺はもうやっぱ文化の差で、はい、あのもうエジプトの書き方しかしてない。横しかでもみんなの横っていうのは新しいですよね。あ、そうです。素晴らしい。あ、確かにこれなんですよ。あったの？なんか悪くない。なんかシンプルで、あ、いいかも。なんかいいんじゃない？週刊モーニング、いいかも。まあ、そう、ここから話して分かった。なんかすごい、だって涙出るまで笑ってたから、どんなにすごいのかなと思ったら。いや、でも上手。あ、そうか、じゃあ、ありがとうございます。ちょっとよかった、よかった。じゃあ、行ってみましょうか。行ってみましょうか。直樹も笑ってたもんね、いやいや、ただね、思いは伝わるかなと。お、しかも直樹まで。あー、うまい、うまい。ガチじゃん。しかも名前入ってる。アーティスティックですね、サインまで入れる。すごいすごい。俺も入れよう。ね、せっかくだからサイン入れていただいて。いや、この絵じゃあいただいて帰っていいですか？いいんすか？じゃあみんな名前書いてもらった。嬉しい、なんかこんなに一度に自分の絵を描いてもらうことでね。じゃあこれ、結果発表いっちゃいますか。結果発表はこれ何を選べばいいですか？やっぱり一番好きな絵。好きな絵、うん。じゃあ結果発表、じゃ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 。直樹くんじゃん。直樹くんが一番好きかも。ちょっと時間来ちゃいましたけども、皆さんも絵を挑戦してみてください。それでは朝の皆さんにまた一言お願いします。はい、これから皆さん一日スタートすると思いますが、エネルギーたくさんで今日も素敵な一日を過ごしてください。バイバイ。